それでは、本局の、勝利されました、上田初美女流四段にインタビューを行いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回、甲斐女流五段との、対戦で、三間飛車と、居飛車の対抗形になりましたが、序盤は、穴熊に組めて、上田女流四段の方が少し模様がいいのかなと思って見ていたんですが、いかがだったでしょうか。そうですね、三間飛車の中でもかなり緩やかな流れの序盤だったんですけれども、銀冠穴熊にまず無事に組めるかどうかっていうところで少し、駆け引きというか危ない順もあったんですけれども、一応無事に組むことができたので、序盤の出だしとしてはまずまずなのかなというふうに思いました。中盤は、玉頭戦を中心に激しい戦いになったかと思うんですけれども、途中印象に残った手が、6七歩と打って飛車を支えた手があったんですが、はい、あの辺りはどういうふうに戦況を見ていたでしょうか。そうですね、その前少し指しやすかったと思うんですけれども、ちょっと場面というか局面がすごくごちゃごちゃしてきていて分からなくなって。6七歩と打った局面ははっきり少し苦しくなってしまったかなというふうに思いました。ただ6七歩以外に飛車を逃げてしまいますと、こちらの攻めの取っかかりが全て、なくなってしまうので、飛車取られてしまうんですけれども、やむを得ないかなと思って、打ちました。はい。その後は最終的にはその攻めが通ったというような形に、なったかと思うんですけれども、どのあたりでその手応えというか好転を感じたのでしょうか。そうですね、こちらの角が、2二角成となって3二馬と寄って、なんか使い道が比較的はっきりして、相手の指し手がどちらかというとやはり難しい、考えることが多いっていう風になった状態だと、少し良くなったかなというような気がしました。はい。それでは改めて一局を振り返っての感想をいただけますでしょうか。そうですね、マイナビ女子オープン の, 3時間の将棋っていうのは私にとって結構久しぶりでして、本当何年ぶりかちょっと分からないぐらいに指したんですけれども、やはり3時間という長い持ち時間でしたので、結構しっかり読みを入れて指すことができるなというふうに感じました。かなりじりじりとした流れの将棋だったんですけれども、そうですね、粘り強くさせたかなというふうに思います。はい。次は、里見香奈女流四冠、里見早紀女流初段、姉妹で、対局がありまして、その勝者との対戦になるんですけれども、次局に向けての意気込みをお願いいたします。そうですね、里見さん姉妹ご姉妹での戦いっていうのは将棋界で初めてということなので、まずどういう将棋になるのか、そちら非常に楽しみだなというふうに思っています。対局相手が私自身は2回戦まだ決まっておりませんので、まずは自分の調子を整えて、そうですね、2局目も、粘り強く指していきたいなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。